女性が自然的満足を欲してるんだっていうことを理解できない男性、それは性的成熟度が低い男性なんだと思うんです。過去に、セクシュアリティのセクセスの相談をしました。この時はエミさんの言ってることを聞けなくて、でも今もうその彼とは別れました。で、新しい彼と今一緒にいてセックセスは解消しました。当たり前というか私がいつも言っているお話なんですけど、セックセスってパートナーを変えれば解消するんですよ。もちろん別れたくないから相談してるんじゃんみたいに思ってると思うんですよね。いや、そりゃそうなんだよねって思うんだけど、特に若い方、30代の方、まあでも40代もそう、子供がいない方はセックスレスは長引いたら大変だし、なかなか解消しないんです。もちろんブログを読んだりとかして 60% 以上、本当にいっぱいの人がね、私のブログを読んだりとかして解消してくれたし、カウンセリングでも解消しましたっていうのがいっぱいあったんだけど、解消しない人もいるの。それを見てるから、自分のねセクシャリティっていうのはすごくナチュラルなものなの。本当は性欲があるとか恥ずかしいことでもないし、女性としてすごく、まあ私が言うとちょっと大げさだけど、大切な女性としての権利なの。なのにもかかわらず、それをパートナーと、共有できない、やっぱ喜びなんだけど、その喜びを共有できないことって2人の間の中ですごく苦しいことになる可能性はある。だって自分の自然な姿をね否定されることっていうことが一番自己肯定感を下げるんですよ。っていうのはナチュラルな自分って間違ってるし恥ずかしいものになっちゃうじゃないですか。なんかそういうのを手に入らないと私いけない子なんだなみたいな、私ってダメなんだなっていう、そのちょっとインナーチャイルと一緒なんだけど、欲しいものを欲しいって言った時に手に入らないと人は恥ずかし恥を感じるようになるんですね。だから恥を感じるっていうことは自己肯定感が下がっていくんです。だからその自分がその欲しいものがあった時にそれをずっと否定され続ける人生、そしてそれがどんどん自己肯定感を下げていく、そして自分がどんどんそこで苦しんでいくっていう人生にしていくことがあまりにもきついので、お別れをするという結論なんですけど、それはカウンセラーもしてるし、いろんなケースを見たけど、パートナーを変えればその問題だけは簡単に解消するんですよ。だからその言いたくないし、私も分かるよ、そりゃ別れたくないと思うから、その人のことが好きだからセックスレスぐらいで別れたくないと思うんだけど、本当に言うけどぐらいでとか思わないでほしいなと思います。はしたないことでもないし、なんか自分がトイレに行きたいっていうことをずっと否定されたらすごい苦しいでしょっていう話と全く一緒なんですね。それをない人を選ぶこともまだあなたたち若いんだしっていう、可能なんだよっていうことを伝えしているんで、もちろん私が言っていることにカチンときたりとか、いやだから別れたくないから相談してんじゃんって思う方も本当にいっぱいいるだろうなと思うんだけど、まあモラハラとかさ、その暴力を振るわれてるわけじゃないからみたいに思うかもしれないけれども、そのセックスレス、女性が性を、その性的満足を欲してるんだっていうことを理解できない男性、それは性的成熟度が低い男性なんだと思うんですけど、そういう人と一緒にいるっていうことはすごく大変なことだなって思っているから、やはりそういう答えになっちゃうことがたまにあるかなと思います。もちろん女性ができることもいっぱいいっぱいあるんだけど、一つの答えとしてやはりパートナーを変えればレスを解消するから。